野原慎之介役小林美子さん、はい、お願いいたします。はい、皆様ようこそディノズアイランドにお越しくださいました。初日を迎えることができて本当に本当にもうめちゃくちゃ感無量でございます。この日を迎えられたのも皆様がこうやって見に来てくださって、こうやって皆様が協力してくださってのことだと思います。今日短い枝ですけれども、ディノズアイランド最後の最後まで楽しんでいっていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて野原美彩役奈良橋美希さん、ご挨拶をお願いいたします。はい、こら慎之介と怒り続けてほぼ33年。すごい。この先もきっと怒り続けることになると思いますが、去年ですね、久々にこういう舞台挨拶の場が帰ってきまして、すごく嬉しかったんですけれど、今回この人数、この長さというのは三十何年しんちゃんやってまして、なかなかないことだと思いますので、非常にレアな回だと思いますので、短い時間ですが皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて野原ひろし役森川俊之さんです。お願いいたします。ローンがまだ32年も残ってるのにということで、それ持ちギャグなんですかそれって持ちギャグなんだ。はい、持ちギャグです。はい。毎年言ってます。双葉商事、東京支社営業部、係長、一家の大黒柱、野原博士を演じております、森川俊之です。もう本当にね、今日この素敵なラインナップで、まあ短い時間ですけれども、楽しく皆さんとですね、過ごせるのをすごい楽しみにしてました。どうか皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。続いて野原ひまわり役コオロギさとみさん、ご挨拶をお願いいたします。疲れましたね。そりゃそうですよね。でも、ひまわり役のコオロギさとみです。皆さんこんにちは。本当にもう毎日暑いですよね。この猛暑の中ここまで足を運んでくださって本当にありがとうございます。今日ここで見たり聞いたりしたことはぜひ絵日記に書いていただきたいと思います。で、昔子供だった大きなお友達は心の絵日記にどうか書き留めていただけると嬉しいなと思います。今年もここに立てて幸せです。来年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そして最後に今作のもう一人の主役、この方は外せません。白役の真柴麻里さんです。よろしくお願いいたします。ということで、白をやっております真柴麻里です。白としてはですね、17年ぶりに皆さんに会うことができました。今日はとてもレアな日だと思いますので、どうか一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします。あれ、風間くんがいる。いや、風間くんはちょっと塾なんだよ。イエーイ。風間くんも。そうなの。はい、そうですよ。え、知らなかった。マジっすか。しんのすけすべての犬の声だけやってる人だと思ってた。風間くんやってたんですね。すげえ。野原一家のキャストが揃いました。はい、いつもはアフレコなどでお顔を合わせることが多いと思いますが、一緒の舞台挨拶どうですか。めちゃくちゃ嬉しいです。もう寂しくない。特に楽屋が寂しくない。もうやっぱり心強いですよね。もう隣にいるだけでなんかやっぱり安心しますし、なんか力が湧いてくるというか、なので今日も舞台袖でアフレコさせていただきましたけど、めちゃくちゃ心強かったです。本当にいつもありがとうございます。はい、野原一家のパワーを感じますね。めちゃくちゃ感じました。ありがたいです。ありがとうございます。続いて真柴さん、この作品といえば白ですよね。ありがとうございます。慎之介が白を拾って野原家の家族になったように、今度は白が七を拾って家族の絆を育んでいきます。本作への思い改めてどうでしょうか。白がですね、しんちゃんに拾われて、それでなんていうんですかね、普通の日常を野原家のみんなと過ごして家族になっていったように、今度は白がやっぱり七をその家族に招き入れたかったんだと思うんですけれども、そうやって奈々もだん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 家族になっていって、でもそのせいでいろんな感情を体験することになって、で
今回の物語は本当にみんなそうなんですけれども、シロにとっても成長物語だと思います。はい、もう皆さん大成長されてましたね。ちょっとごめんなさい、もう風間くんの声にしか聞こえないんですよ。すいません、シロ役でお越しいただきます。今日一番の衝撃。完全に風間くんの声にしか聞こえないんですよね。シロがもうかき消されました、僕の中で。今日はシロ役でお越しいただきました。ああ、よかったよかった。白が出てきましたよ。よかったよかった。ありがとうございます。これだけは忘れられない瞬間、笑った瞬間あったよねみたいな、笛子の風景とかってありますか？でも母ちゃんの、こらしんのすけとかっていうのが、毎回、危機迫るものがあって。あ、で、結構ほら、マイクもっと下がってくださいって言われてるよね。マイク壊れちゃうから。マイクを壊さんばかりに毎回声大きすぎて。そうなんです。やってくれるのが、私はそれがすごく嬉しいです。もっと怒ってってちょっと思っちゃう。ミサイが怒ってると、なんか、しんのすけに怒ってる時も、なんか、ヒロシ的にはドキッてするんですよ。俺も怒られてるみたいな。二人で一緒怒られてます。気をつけようとかも。なんか、本当の子連れのおじさんに見えてきます。そうですね。でも、本当の家族のような感覚なんですね。そうですね。伊藤さんはいかがですか？質問はありますか？僕はちょっと、まあ聞いていいのか分かんないんですけど、本当にヒロシさんにちょっとピンポイントでいいですか？はい、はい、いろいろ今までいろんなキャラクターの方が出てきたと思うんですけど、ミサエさん以外で好みのタイプの女性キャラクター誰ですか？父ちゃん気をつけて、言葉に気をつけて、ね、すげえ炎上するやつだよ、ね、父ちゃんお前知ってるぞ、知ってる、母ちゃん言うから、一社会人だから。そうだ、父ちゃん頑張って。質問ですね。そうね、まあ、この映画で言えばね、はい、やっぱアンジェラちゃん、アンジェラちゃんねえ、本当に素敵、ね、素敵でした ね、 大丈夫か、大丈夫です、かんちゃん、かんちゃん、もう出ません。ありがとうございます。シロの真柴さんにちょっと質問したいんですけど、はい、プライベートで間違えてワンって言っちゃうこととかあるねえだろ、絶対。それかい、どういうこと。実はあります。なんて嘘です。職業病とかで言っちゃうみたいな。病院とかで真柴さんって呼ばれてワンって言う可能性があるってことですか？ないですか？ちょっと、はい、白って呼ばれたら言っちゃうかもしれません。あー、なるほど。はい、出ちゃう時があるんですね。なるほど。おい、ひまわり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 、リアルひまちゃんがいる。あ、どっち共鳴している、出ますね、やっぱひまわり。あやしてくれ、ありがとうございます。野原家の皆さんって普段のこう関係性って、こう誰がしんちゃんっぽいとか誰がしろっぽいとか、なんかそういう感じの関係性ってあるんですか？割とでも役のまんまな感じがします。小林さんじゃあいつもブリ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 してるってことですかね？でもアフレコするとき、はい、結構こうやる、そうそうそう、動くよね、動いちゃうっていうか、もうブリブリやってる時はもうやってます。面白い裏話ですね。ありがとうございます。ゴルフ&野球フィーバーということで、まあ、しんのすけとひろしの親子関係にかけまして、小林さんが最近ゴルフの練習を始めたらしくて、僕ゴルフ好きなんで、ちょっと涼しくなったら、うん、ゴルフのラウンドデビューをーちょっと親子で行こうかなって今企んでるんです。それをね、そうです、今週一でレッスン通ってるんですけど、すごい、びっくりするぐらい上手くならなくてどうしますこれ、どうすればいい、難しいです、ね、全然すごい。だからそういう意味では、ね、どっかテレビ局かどっかが取材に来てくれると面白いかもしれない。そうですね、そういう目標があればもしかしたら追い立てられるかもしれないんですけど密着とかね、はい、あと野球なんですけど、もう今月ちょっと僕始球式がありまして、で、もしあれだったらキャッチボールしようかとか、ぜひ練習、練習で、僕肩あんま上がんないんで、ちゃんとホームに届くかなっていうのが不安なんで、親子で練習するといい、ね、やります、やります、元ソフト部なんで。お、本当に、じゃあ教えてもらおうかな。でもソフト部って下から投げるんだね。そうなんです、あと私も肩あんまり強くないです。本当に、はい、ちょっと四十肩も入ってるんで、なんか気が合うんだか合わないんだか分かんないですね。気がやばいな。そんな感じです、はい、ありがとうございます。私はガチャガチャ、いわゆるガシャポンっていうやつですか、それのしんちゃんシリーズを見つけると際限なくやってしまうという、そしてもうマサオくんがダブルダブルかわいそう、違うな、自分のキャラクターはまあ出ない出ないなんですけれども、
あとはもう本当にワニヤマさんっていうキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターがいると必ず引き当てるっていう。珍しいですね。ワニヤマさん結構レアキャラで、多分確率少ないと思うんですけど、もうめっちゃ出ます。すごい。それで皆さんにダブったのを、あの無理やりもらってもらう。いや、めっちゃ嬉しい。毎回くれるんですよ。結構ね、ありがとうございます、いつも。めっちゃ嬉しいです。今回ガチャガチャのシーンもありましたもんね。そうです、そうです、そうです、はい、まさにそうですよね、ま